はい、今日なんですけど、ミーアキャットのご飯について紹介したいなっていうのと、まあ、ついでなんで犬たちもいつも一緒に同じタイミングでみんなでご飯あげてますんで、その様子を撮っていきたいなと思います。まずはじめにミーアキャットのご飯なんですけど、今これセリアに売ってる容器に移しちゃってるんですけど、これ中身がですね、ペレットフード、ペレットセレクションっていう名前のペレットフードを、メインにして、ミーアキャットに与えるようにしてます。どういうふうに与えるかというと、お皿に入れるとちょっと少ないな、持ち上げてます。こんなもんですね。ちょっと少なく見えるんですけど、実はこれにこちら茹でたささみを、まあ、冷蔵したもの、こちらを一緒にあげてます。量はですね、まあ、こんなもん、本当にちょっとを結構ちっちゃく切ってあげて、こんな感じですね。これが1回のご飯、これを朝と夜と与えて、でこっちの方はですね、結構1回では全部食べきらない。じゃあ犬のご飯も準備していきましょう。ちなみに犬のご飯は2人ともヒルズのサイエンスダイエット、こっちがシニアライト7歳以上ということで、チワペキのラー君10歳のご飯、こっちが、小型のアダルト1歳から6歳、これが JJ、マルポメの JJ のご飯、こちらとササミ、ササミは正直毎回ではないです。毎回毎回与えてるわけではないんですけど、大好きなので与えてあげるようにしてます。で犬たちはですね、他にもブロッコリーとかも結構好きなんで、ブロッコリーも今日はたまたま子供たちにもあげるので、茹でてたので少し与えたいなと。まあこれぐらいの、これを2人で分けて、でささみも結構ね、与えすぎに見えるかもしれないんですけど、2人とも健康診断とかも行ってるんですけど、体重も特に肥満とかはなく健康に。もう犬たちがささみを見て泣いてます。早くくれと。はい、でもうちょっとこちら、これは、チワペキのラート君10歳のサプリメント。これどんなサプリメントかっていうと、まあ実は首にヘルニアができていて、まあそんなに手術とかまで行くあれじゃないんですけど、本当に一時散歩に行けないぐらいの時があって、でその時に病院の先生にお勧めされた、PE ジョイントマスター5っていう、サプリメントなんですけど、これは N アセチルグルコサミンと、あとコンドロイチンっていう、まあそういう腰とかの腰痛とかヘルニアとかにいい、ものが入ってるサプリで、本当にサプリって正直あんまり信じなかったんですけど、まあダメ元でって言ったらあれですけど、まあ、治るならやってみようと思ってやったら本当に良くなってですね、もう今じゃ全然外も走ってますし、もうあの頃は信じられないぐらいちゃんと走ってますんで、それからこのサプリだけは本当にずっと続けてるっていう、まあお値段はまあまあしますけど、60粒で4500円ぐらいですかね。で1日1粒なので大体2ヶ月分ぐらいこういった錠剤になってて、ヒント側で
ちらをラウ君の方には入れてあげる。こんな感じですね。これが犬のご飯、そしてこれがピノちゃんのご飯です。これがミヤキャットのうちでの毎日のご飯。じゃあ開けていきましょう。はい、こちらはピノちゃんの、まあ、遊び場みたいなボックスなんですけど、ピノちゃんのご飯をこの中であげるようにしてます。はい、どうぞ。まあこれにはね理由があって、さっきも言ったけど1回で全部食べきらない。そうした時にそのまま置いとくとジェイジェイが食べちゃうというですね、あってはならないことが起きてしまったので、この中でピノちゃんは食べてもらうようにしてます。まずね、ささみを食べるんですよ、この子は。まずはささみ。結構このフェレットフードはね、ああ、ほてほて硬いんですけど、まあよく噛んでね食べてますんで、キャットフードよりこっちの方が本当にね食いつきが、キャットフードの方が見た目すっごい美味しそうなんですけど、こっちのねフェレットフードの方がよく食べます。じゃあ犬がねかわいそうなんで次犬にあげます。はい、これジェジェ、